はい、こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル3月21日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ベイドル円の中長期的な目線からの解説をしていきます。いつものデイトレとは変わりまして、少し時間軸を長めのね、ものも解説をしていきたいと思いますので、まあ、スイングトレードの参考にもしていただければと思います。 それでは早速、米ドル円で、ね、見ていきたいんですが、まずは金曜日のね、マーケットの終値から見ていきましょう。こちらのね、世界の株価のサイトをご覧ください。 ニューヨークマーケットね、えー、こちら最終的にはマイナスで終わってしまいました。えー、寄り付き直後はね、プラス券を推移していたというところでございますが、えー、徐々にね、時間の経過とともにマイナス券に沈んでしまいまして、最終的には2万ドル割れのマイナス913ドル。えー、終わり値で,で1万9173ドルということでね、4.5%ほど下げて終わるという形でね、結局はリスクオフのままね、1週間が終わってしまったというところでございます。 全国10年再利回りの方も下落しておりますので、まあ、いわゆる、ね、債券は買われているということで、株式から債券の方に少し資金が流れているというところと、あと原油相場ですね、こういったところ、商品相場の方も下げて終わっているということで、全体的には、ね、リスクオフの形で1週間が終わったというところでございます。 そんな中でね、ドル円の方見ていきますと、まず60分足右側のチャートでございます。こちらが約時間軸としては1週間の時間軸でございまして、記憶にはあると思いますが、108円でね、先週の金曜日はほぼほぼ終わったというところでございます。オープン少々、そうそうね、こちらの方は106円ぐらいまで下がるという形で大きなギャップダウンから始まった1週間でございますが、その後はね、 一旦は105円の前半まで下げる部分もあったんですが、しっかりとね、火曜日ぐらいから徐々に移動平均線を上回る、そして移動平均線を上回ってね、その右肩上がりに切り替わった移動平均線のサポートを受けながら、一気に上昇してきたということで、通常リスクオフということであれば、株式相場が下がって円高に進んでいくというところがね、米ドル円の動きでございますが、今は特別な事情ということで、 基基本的には基軸通貨の米ドルを現金で持ってこれから起こりうるであろうね、経済の縮小という形で、やっぱり手元にね、現金を置いておかなければ、まあ、例えばね、企業であれば、従業員の給料だとか、何か突発的な、ね、支払いをするためにね、米ドルを使うというところは出てきますので、ドルの需要が非常に高いというね、少し異常な事態になってきております。よってですね、リスクオフが進みながらも、 為替の方はね、ドル高円安方向に進んでいるという中で上昇トレンドに乗ってきたと。そして、とうとうね、オープンの108円ですね、こちら金曜日の終わりのところでレジスタンスが入ってはいたんですが、その後ね、2回目で明確に上抜けまして、上抜けたこちらの平均足のチャートね、調整したところでもしっかりとね、今までのレジスタンスラインがしっかりとサポートに変わったというところで上昇トレンドに勢いがついたというところでございます。一旦ね のところでも111円をつけてから、まあ、109円ミドルまで、ね、下げる場面もあったんですが結局のところ V 字回復の行ってこいというところでねほぼほぼ高値圏で引けたというのがこのドル円の動きでございますまさかね110円を超えるところまで来るとはというのはね当初月曜日の段階では全く想像ができなかったかなというところでございますこちらの、ね、時間軸を伸ばした4時間足こちらを見ていただきましょう こちらがね、およそ1ヶ月間のチャートの推移という形になっております。1ヶ月前はね、2月の中旬から下旬にかけてはコロナウイルス感染拡大は始まっていたんですが、一旦は112円をね、つけるという場面がございました。その後、コロナウイルスの感染拡大がよりね、広がっていくとと,ともにドルの方は売られて一気にね、 110円を割り込み、そして108円も、こちらね、サポートが入っていたんですが、割り込むという形で、一気にね、先週ではございますが、102円ですね、こちらを割り込むという場面もあったというところでございます。ただね、この102円を抜けたというところでね、大きな底がありまして、まあ、そこの部分に関しましては、やっぱりね、信用収縮というところはまだテーマには上がっていなかったんですけど、やはりね、そのところで基軸通貨のドルだけ買われる。いわゆるね ドルインデックスという指標もありますが、こちらがね、一気に跳ね上がってくる形で、やはり基軸通貨のドルに買いが入ったというところでございます。あとからね、他の動画で説明します、ゴードルだとかポンドですね、そういったところは安値を更新する中で、ドルだけが一方的に買われるという展開で、ドル以外の資産はすべて売られているという状況でございます。まあ、株式にしましても、原油にしても、その他の通貨にしましても、売られて、一旦はドルに現金化しようという動きが出ているという形でございます。 少しね、えー、ファンダメンタル的な、えー、要素が多くなってしまいましたが、えー、4時間足見ていただきますと、えー、先週ぐらいからですね、えー、一旦は、えー 今まで下げていたところが反発、トレンド転換しまして、まあ、104円のところでもね、しっかりとサポートが入ったというところで、そこの部分で移動平均線が右下下がりの下落トレンドから右肩上がりの上昇トレンドに切り替わったというところでございます。やっぱりね、ここの部分で一回レジスタンスを、ね、移動平均線で食らったんですが、しっかりとね、104円でサポート。そして上抜けても調整局面でまた104円でね、サポートが入ったことによって、この104円のところで大きなね、サポートラインが出たという 安心感からですね、上方向、そして相変わらず、ドルはね流動性をキープすると言いつつも、世界中の国々のね、まあ機関投資家や企業がね、ドルが欲しいというところがありまして、ことごとく調整はあったんですが、プラス方向に動いていたというところがね、ここ1ヶ月の動きでございます。まあ、壮大なねボラティリティということで、112円から、ね、102円を割り込むという形で、10円の下落。 まあ値動きというところはね去年1年の値動きをね大きく超えるという形でボラティリティが一気に上がっているというところでございますえそしてねこのえ状況はいつまで続くかというのは結局のところ分かりませんがえ結局のところねこのドル買いというのは今異常な事態という形になっておりますえいつかは収束してある程度の水準までねま戻ってくるかないわゆる円高方向に調整するかなというところがありますえそれに関してはですねまず長期金利の動きを 見ていいただければと思いますが少し前まではね1.5%ぐらいまで2月の中旬ぐらいまではあったというところですが今やアメリカの長期国債の利回り10年もの国債の利回りに関しては1%を大きく割り込んで0.845という形でございます基本的にはねこういった金利差がかなりねスプレッドというのは縮まっているというところとあと短期金利に関しましてもゼロ金利に戻しましたので、まあ、そういった概念からいきますとこれから金利がもう上がるというところよりもドルの方が 上がっているものがドル安に落ち着いてくるいわゆる円高方向に進んでいくというところになろうかと思いますよってですねいつ円高方向に切れるかはわかりませんがま110円をね、えー ま、上回っている状態であればですね、えー、まあレバレッジは十分にね確保しながらも、ショートをねー中長期的には決めていただきながら、大体ね、106円ぐらい、まあ、こちらの今までのレジスタンスライン、そしてこのサポートラインがあるんですが、まあ、108円、106円ぐらいまでに収まるんじゃないかなというのが個人的なえ考え方でございます。よってですね、今110円を超えている状況であれば、少しね、レバレッジは大きめにとって、ショートを取っていただき という戦略が中期的には役立つんじゃないかなと思いますが短期的にはね一旦はもしかしたら112円を超えるかもというところが出てくるかもしれませんのでやはりここはね大きく上方向に伸びたところでショートを組んでいただくという戦略でよろしいかと思います。デートレに限ってはねその戦略は有効ではないかもしれませんが、まあ、中期的にねスイングで回していただくということであればまあ、スワップ金利はね少し気になるところではございますがかなり今、金利の方も下がっておりますのでやっぱりねショートを組むこと によって通常のね108円から106円まあそれは長期金利等を参考にしてという形でございますがあと株式相場をね下げているということからそのあたりに収束するのではないかというところを踏まえましてショートを推奨するというところでございますただ何度でもお話をしますがあくまでもこれはスイングトレードということで短期的にはね一気に吹き上がる場面もあるかもしれないのでそこのところは注意をいただければと思います え、あと、直近でね、60分足ご覧いただきますと、もしかしたらこちらの部分でね、111円を超えたところで、ダブルトップ、要はね、猫の耳のような形で、上抜けできなければ、下方向に一旦は走るかなという状況でございますので、直近の高値のね、111円、こちらが30銭から50銭ぐらいとなりますが、こちらをね、上抜くことができるかどうかというのは、まず月曜日にね、注目をいただければ、いただければというところでございます。 もう少し長い目線の日足の方も最後に見ておきましょう。 はい、冷やしの方はね、えー、とてもじゃないですけど、えー、こんな動き、誰が予想できたんだというところでございますね。えー、徐々にね、えー、去年の、これは10月ぐらいからですので、約半年間の時間軸という形になっております。えー、基本的には108円から110円の間をね、えー、長い時間をかけて上昇トレンド、まあ、波をつけながらね、えー、上がってきたというところでございます。えー、そして、えー、コロナウイルス感染拡大の、えー、当初に関しては、一気にね、えー、この110円のレジスタンスを上抜けして、112円まで上がってきまた。 上がったというところは先ほど少し述べたところでございますがそこからまさに10 1000ピップスですね10円の円高ということでこれもねかなりのショックがあったと思うんですがまあここまではね想定はできた方も多いかもしれませんがまさかこのねドルの逼迫によって買い戻しが入ってこのね108円という今までのサポートラインこれを上抜けてくるというのはね私もとてもじゃないけど予想できなかったというところでございます、まあ、112円をね抜けるますとかなりね レジスタンスが112円の手前でねあろうかと思いますので、まあ、そこまではね難しいかなと思うところでございますが、短期的には全く読めない。ただ、先ほどお話した通り、長期金利や短期金利の下落、そして原油相場や株式相場の下落からしてみれば、まあ、大体108円から106円ぐらい、このあたりまで下がっても十分おかしくないかなというところでございますので、まあ、しっかりとね、えー、跳ね上がったらロスカットされないぐらいのねレバレッジを持ちながらのショートというところを推奨していきたいなと思うところでございますので、まあえー これもね、皆さんのスイングトレードの参考にしていただければと思います。 はい、えー、ということで、えー、なかなか難しい相場が続きますが、基本的にはね、えー、株式相場を、えー、原油相場を見ながらね、えー、トレードの方はしていただきたいんですが、ドル円に関しては少しね、受給の問題で動きますので、5、まあ、ドル円やポンド円の方はね、えー、株式相場と、えー、原油相場、こちらの方に、えー、ある程度、えー、相関があるというところでございますが、ドル円は、えー、何が起こるかわからないという形がありますし、まあ、トランプ大統領や、えー、FRB の、ね、パウエル議長の発言等によってもね、大きく動きます。 のでとりあえずね、えー、ちょこちょこ、えー、利確をするのではなくて、少し大きな、ねえー、目線で、吹き上がったらショートを組んで、まあ、108円を割り込んだところぐらいで利益確定を、まあ、ゆるっと、ねえー、していこうという考えでよろしいかと思います。えー、しっかりとね、レバレッジを保ちながら、証、え、拠、ー、金はね、えー、十分に積み上げながらね、トレードをしていただければと思いますので、参考にしてください。 はい、えー。以上で、米ドル円の解説を終わります。えー、この後ね、えー、またゴードル円ポンド円等でね、えー、動画を上げていきますので、よろしければ、えー、興味ある方はそちらの方もご覧ください。えー、今週も一週間お疲れ様でした。えー、また来週からもね、えー、頑張っていきましょう。バイバイ。